運動のなんか構えてる姿勢とかって結構背中がまっすぐになりやすいですよね。あれね、すごく高い腹圧が入ってる。だからこそ体の末端にまで力が入りやすいポジショニングなんですね。えー、そんな風に考えてください。いわゆるスポーツのゼロポジションとかね。それが実は9個のバンダを入れると入りますよってことなんです。これいろんなところで私、えっ、ー、とこう書いたりしているので、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まだね、存じ上がってない方はぜひ、 今日からいろんな運動に対して、えー、これを適用してみてください。そうするとね、必ずいい場所に入りますから。もし入らなければ、えー、質問をいただければ嬉しいです。もう、ね、あの、ざっくざっくみじん切りにして答えてあげますので、はい。ぶった切るという話です。ありがとうございます。さあね、じゃあ続いていきます。ストレスマネジメントと瞑想についてです。